島津義弘の一生。1535年に薩摩の戦国大名、島津隆久の次男として生まれ、20歳で初陣し、以降は日向、伊藤義助に押されながらも38歳で打ち破る、木崎原の戦い。義弘はわずか300の兵で約10倍の兵を持つ義助を奇襲、撃破し、以降伊藤氏を衰退させる。また兄、義久が島津当主となり、義弘は兄を補佐した。43歳の時には義助が日向から追放され、翌年には手を組んだ分を、大友氏と戦いに参加、勝利する。耳川の戦い、また以降は兄の代わりに総大将として指揮することも多かった。だが53歳になると中央トップの豊臣秀吉が九州に進出する。九州征伐。義弘は奮戦する。根城坂の戦い、圧倒的な兵力差で勝つことができず、多くの将を失って敗北、秀吉に降伏し従属する。島津氏は合計2国一軍が安堵された。また兄から家督が譲られ、形式的なものであったものの島津家当主となった。58歳には日本国外の戦いに参加する。文禄の役、4番隊に所属したが、思うように活躍できなかった。63歳で再び日本国外の戦いに参加する。慶長の役、複数の戦いで義弘は日本軍勝利に貢献する。失勢領海戦、南元城の戦い。翌年には単独で明、朝鮮軍を撃破する。四川の戦い、圧倒的劣勢の中、大勝利をし、後に伝説的な戦いと評されるようになる。その後の撤退戦でも活躍する。土壌海戦、孤立した小西行長を助けるために向かい、複数の将を討ち取ったことで、小西軍の撤退を成功させた。一連の義弘の活躍は明、朝鮮軍から鬼島津、と恐れられた。翌年にはお家騒動があったものの徳川家康の仲介で和解し、出家して島津維新祭と名乗り、66歳になると日本を二分する戦いに参加する。関ヶ原の戦い、すでに死去していた秀吉に恩義がある石田三成中心の西軍と、台頭した家康中心の東軍の戦い、義弘は家康側だったが、援軍として参上した伏見城から拒否されたことで西軍に着いた。だが中央、関ヶ原では小早川秀明などの裏切りで西軍は総崩れ、孤立した義弘は切腹しようともしたが、おい、豊久の説得もあって破竹の勢いで撤退し無事本国に帰国した。戦いに負けたものの本国が安堵された。家康は島津氏を潰そうとするも、温存されていた兵力などを理由に存続させざるを得なかった。その後三男、忠常に家督を譲り、85歳で死去する。隠居後は若者たちの教育に力を注いだ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。